磐田市や掛川市などを選挙区とする静岡3区は前回と構図が一変しています。立候補しているのは自民党の新人山本雄三さん、無所属の新人杉村義雄さん、日本維新の会の新人鎌下由加子さん、無所属の元職宮沢博之さん、立憲民主党の前職小山信弘さんの5人です。自民党に端を発したこの政治不信、この責任を我々がしっかりと取って新たな政治をしていく。人口減少とか超少子高齢社会だからなんかこう諦めましょうって雰囲気になってますが、私はそれは絶対違うと思う。必ずいい未来を次世代の子どもたちにつなげれます。それをやるのが我々の世代です。大企業では歴史的な賃上げが行われていても、働いている人の7割が勤めている中小企業さんで賃上げができてないから、全国平均にしたら実質賃金マイナスになってるんです。賃上げしたいんです、だけどできない。なぜか、価格転嫁が進んでないからです。価格転嫁にインセンティブが生じるような税制、こういったようなものも政策総動員して後押しをしていきたいと思います。教育の無償化から子育ての無償化へ、子育てにはお金がかからないんだということを始めていこうじゃないですか。女性として、母親として、人口の半分は女性です。もうちょっと国会でも女性の声を掲げて、公平公正な意見にしていかないといけない。自民党にいることを本当に誇りに思っていました。でも国のこと考えたら、地域のこと考えたら、そして一人一人の暮らしのこと考えたら、今のままじゃいけないんじゃないのか、そう思うようになったんです。慣例に縛られ、官僚に縛られ、長老に縛られてしまっている、こういう硬直化した政治が改めていかなければなりません。この裏金問題、市民の皆さんどう思われますか。私は腹立たしいというか、一般の市民の方がね、足をかいて必死に税金を払っておるわけです。どうか皆様方、この政治にペナルティを与えてください。